はい、皆さん、こんにちは、おはようございます。夜の皆さん、こんばんは、私はレック専任講師弁理士の宮口聡と申します。本日は、2017年弁理試験合格者対談ということで、宮口クラスの一発合格者の一人である、川島智子さんに今日はおいでいただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まあ、早速ですけどもね、まあ、いくつか質問があります、ね。いろいろな、まあ、資格あるわけですね。司法試験とは公認会計書か税理士とか司法書士、行政書士、まあ、そんな中でこの弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせくださいませんか。はい、私は理系出身なんですけれども、うん、まず理系の知識を生かせる資格っていうので珍しいなっていうのでちょっと興味はもともとありました、うん、でそんな中で企業に就職して知的財産部に、はい、配属になりまして、うん、で法律に触れる機会が出てきました、はい、でそのキャリアの中でやっぱりこの法律っていうところに詳しくなってで行けたら自分の強みになるんじゃないかなと思ってもう資格取得したいなというふうに目指そうと思うようになりました。あ、そうですか。ということは、まあ、資格を目指す時点ですでに、知的財産部にいらっしゃったということですね、はいはい、なるほど、まあ、ちなみに私の話も言いますとね、私は目指す時にはまだ知財部じゃなかったんですね。でどうしても研究職が自分には向いてないこともありましてですね、弁理士を目指したということがございますけれども、川島さんの場合ですかね、まだお若いんですけども、入社してすぐ知財部だったんですか、それとも最初は何か開発研究の部署だったんですか。いえ、最初入社してすぐ知財部に、ああそうですか、はい、配属になりました。それは恵まれてますね。希望されて最初から希望して知財部ですか。たまたま。たまたまですね。そうですか、はい。それはね、私も1年目から知財部だったらね、もっと若くして受かったんだろうなというふうに思ってますけどね。ああ、そうですか。まあ、しかし、この恵まれた環境もあってですね、まあ、知的財産部に所属している中でのこのスタートっていうのは、まあ、ある意味、その気持ち的にもね、またその実務と勉強のが一致してるという意味でも、はい、まあ、プラスだったのではないかと、はい、このように思いますね。はい、そうですね。勉強と実務で結構リンクする部分もあったので、そうですね。それは大いにプラスだったと私も思います。はい、もちろんですね、私のようなケースもあって、まあ、全く知的財産と関係のない部署にいる中でもね、その受かるとは思います。まあ、私も現に受かりましたから。まあ、しかしやっぱりこの知的財産部に所属していたということで、まあ、勉強しながらその日常のその仕事との融合というところもね、その良かったんではないかと思いますね。はい、さあそれではですね、2つ目の質問に行こうかなと思います。この難関資格の一つある弁理士はね、予備校を利用すべきだと思いますけども、まあ、予備校いろいろありますけどね、そんな中で、レックを選んだ理由は何ですか。はい、まず受けようと思った時に、はい、インターネットで、まあ、予備校を探したんですけれども、ね、はい、その中で、うん、はい、合格率が高いっていうのを見て、あ、合格率高いですもんね、現にね、はいはい、で、はい、レックっていいなと思って、うん、まあ、ちょっとガイダンスに、先生のガイダンスに、あ、私のガイダンスに来ていただいたんですね、はい、お願いしました。あ、私も思い出しますね。早めに来て、まだスタートする4月のね前の段階でガイダンスに来ていただいたのを覚えてますよ。はい、はい、すごい、行った時に、はい、まず先生がすごい笑顔で迎えてくださって、うん、ああそうでしたか。はい、ありがとうございます、覚えていただいてね。でその後に先生のお話を伺って、うん、すごい記憶に残る、あ、記憶に残りましたが、はい、先生の講義だったので、これであれば、うん、まあ、暗記部分も多い、はい、試験も、なんか、うまく、まあ、インプットできるんじゃないかなと思って。あ、そうですか、はい、それで、レックの宮口先生のクラスを受講させていただくことにしました、はい、まとめるとですね、まずネットで調べたと。これはもう今のご時世ですね、スマホとかパソコンだとか iPad のようなね、そういうツールがございますんで、はい、
お気軽にこのレックを検索していただきレックと便利してね、そうすると、まあ、かなり充実した情報は入ってきます。まあ、しかしやはりですね、まあ、予備校の講師というのは、まあ、しゃべりのプロですからね、みんなどの先生も、まあ、そういった意味においてはやはり、現場に足を運び、実際にその自分に向いてるかどうか、自分にとってプラスかどうか、まあ、それをですね確認することは必要だと思います。でそんな中でこの川島さんね、新宿エルタワー本校にまで足を運んでいただき、で私の話を聞いて、そしてまあ記憶に残る話をしてくれるということでね、選んでいただいたということで、本当にね私としても、ありがとうございますと、まあ、この場を借りてねお礼申し上げたいなと思います。はい、まあ、そんな中でですね、まあ、いよいよ実際にレックを選び、そして私のクラスを選んでいただいたわけですが、まあ、実際に学習を開始してですね、レックのカリキュラム、まあ、スケジュールですよね、それから、まあ、講師私ですね、それからテキスト等の教材、これについてはどうでしたかね。まあ、ちょっと質問がね、カリキュラムとか講師とか教材とか、まあ、主に3つのテーマを聞いてますけど、その辺どうでしょうね。はい、はいはい、まずカリキュラムについては、うん、入門コースは入門、論基礎、短基礎で、3週1年間で、法域を3周するっていう風なカリキュラムが特徴的なのかなと思ったんですけど、それが私はすごく合っていて、もう2週目3週目ってするごとに、あ、うん、あ、ここ忘れてたっていうところがそれぞれあったので、はい、やっぱり、まあ、そう忘れてたっていうのでまた定着していくっていう、そういうのがすごく良かったなと。あ、そうですか。カリキュラム的にはね、はい、思います。これはちょっとね、今川島さんの方でもね、触れていただいたんですが、ちょっとパンフレットですね、ちょっと見てるんですけども、こういうふうに、1、基礎力の養成、まあ、それから知識を体系化、まあ、そして知識の総仕上げということでですね、まあ、3回繰り返すんですね。まあ、これは具体的に言いますと、入門編、論基礎、論文基礎力完成講座、そして担当基礎力完成講座と、まあ、そのような流れでね、この3回転という意味の中身はそういうことです。入門講座、論文基礎力完成講座、担当基礎力完成講座、科目をですね、まあ、3回繰り返すわけですよ。まあ、これによってですね、まずは大雑把な、知識の習得、そして、徐々に完成度を高め、で最終的にもう本当に万全の状態に仕上げていくという、これがやはりですね、実績につながっているのではないかと。まあ、5分の4初回受験合格者ですよ。これね、5分の4どころかもう21分の20ぐらいだと思いますけどね。まあ控えめに5分の4ですよ、これ。ね、確実なところで嘘のない。まあでも私がその把握してるところだともう21分の20ぐらいがもうレックですから。まあそういう実績にもつながってるということですね。はい。それではですね、今度は講師の、まあ、私ですけどね、はい、どうしても正直ですね、言っていただいていいと思うんですよ。本当に先生にはお世話になりまして。あ、そうですか。はい、先生がおっしゃってることが、うん、本当に試験に出たりとか、うん、もうなんか過去問やってて、まあ、先生の言う通りだみたいなところがすごいたくさんあったので、やればやるほどに先生を信用していれば大丈夫っていう、うん、そういうふうに、ね、はい、感じさせていただいていました。あ、そうですか。はい、まあ、私もですね、かれこれもう2000年から教壇に立ってますからね、18年、まあ、今2019年というか18年になるわけですね、今度。そうすると19年か、まあ四捨五入して20年ぐらいレックでね、教壇に立てます。まあそういう中でですね、まあ、私が心がけていることは、去年よりも今年と、
で今年よりも来年ということで、講義の、ね、内容を進化させてるわけですね。で、まあ、受講生の中にはその本当にこう初学者というかね、まあ、初学者がもう大部分ですよ、まあ、十中八九というか9割以上は。ただ中にはですね、まあ、再受講あるいは他の予備校からのなんていうかこう他の予備校から流れてくる方ですね、こういう方々っていうのは、まあ、必ずしも初学者ではない、ね、ましてやその私の授業を一度あるいは二度受けた人にとってはね、そのまた同じ、内容をやるというのはですね、そういう人たちにも申し訳ないという、ところがございますから、常にこの進化を遂げる、そういった気持ちで志で私も講義に臨んでます、それはもう一貫してですね、教壇に立った2000年からずっとそのスタンスはね変わりませんね。であとやはりですね、もう一つ私が心がけてることはですね、受かった後も見据えてると、受かることだけを考えずにですね、受かった後のことも考えながら指導していってます。それはどういうことかというと、やはりその川島さんのようにね、知財部に勤務されてる方もいらっしゃいますから、まあ、そういった意味ではですね、その机上の空論をこねくり回してもですね、つまんないわけですね。だから今やってることが実務においてどのようにこの結びついていくのかと。だから実務やってない人はもちろんなんですが、実務をやってる人にとってもですね、聞き応えのある講義といったものをね、提供するように心がけております。まあ本当にね、そんな中やはり私の、まあ、言うことをですね、まあ、素直に率直にこう聞き入れて、実行する、これがやはり一発合格の秘訣だろうなというふうに思いますね。はい、あ、すいませんね、多少私がよく喋ってるような、ね、ありがとうございます。教材についてどうですかね、テキスト。テキスト、はい、テキストすごく、うん、分かりやすく、はい、使っていました。はい、入門コースのテキストもそうなんですけど、うん、例えば再販道場とか、再販道場、はい、私やってるね、はい、なんかこう、はい、スポットである青本獅子講座とか、なるほど、そういった単発のものとかも、うん、結構教材にこれやれば大丈夫っていうのでまとまってて、すごく、うん、試験前はもうそれを空き時間に見るみたいな感じで使わせていただいてましたし、はい、もちろん入門コースのテキストも、うん、入門コースのね、はい、期間講座と呼ばれてる、あ、はい、そちらももちろん使っています。あ、そうですか、はい、これについてはですね、今川島さんからも言っていただいたんですが、期間講座というものとですね、それから単発講座というのがございます。で、このパンフレットに載っているのはですね、これは期間講座ね、要するにメインの講座ということですよ。で、そのメインの講座たるや、このまさに入門講座、論文基礎録完成講座、そして担当基礎録完成講座なわけですけどね、それぞれにつきまして、これはね、レックの標準テキストが、この入門講座、論文基礎録完成講座、担当基礎録完成講座についてます。で、まあ、あれですよ、川島さんね、いいことばっかり言ってるんですが、遠慮しないで、大丈夫ですか、なんかこの辺は改善した方がいいんじゃないかと。あ、いいですよね。C っていうならば、はい、もうボリュームがすごいので、持ち運びが大変だったっていう。なるほどね、そこはあります。ね、あると思います。これはもう正直に申し上げますとね、レックのテキスト、すごいもう充実してるんですよ。これはもう私もね、認めます。もう火の打ちどころがないぐらい、もういわば辞書的に使えると。しかしですね、今ね、女性の視点で言っていただいたと思うんですが、特に担当ですよね。これ入門というのはそんなでもないですが、はい、担当基礎録ってやはり完成度の高い講座なんで、テキストがすごいんですよね。はい、もうそのまま丸ごと持ち運びしてました。持ってました、はい、こんな分厚い。してました。すごいですね。半分に割りたかったんですけど、はい、先生みたいに。ああ、そうですね、
そうなんですよ。私はね、もう半分授業中やりましたよね。はい。まあ、あのレックの適当ですね、新品のやつをこの第1回目の授業でですね、もう本当に力の限りバリッとね破りましたよね。はい。で、あの受講生の皆さんにもね言いました。もしあの私にね、あのほら本屋行ったらね 2,3,000 円かかりますよね、あの製本するの。だから私にかかればタダでやってありますから、あのどんどん持ってきてくださいと言ったんですが、誰一人としてですね、私に頼む人はいませんでした、まあやむを得ませんわね、見栄えも悪くなるし。そうですね、あのそういうことで。そうなんですよ。だからこれも正直に言いますとですね、もうすごく充実してて詳しいんですよ、レックのテキスト。ただね、やはり重いというね、あの男性はいいですよ、男性はもうね、あの筋トレにもなるから。でも女性にとってはちょっと重いんですよ。だから今私言ったでしょ、重いから、まあ、半分に割ってあげます。私がどんどん持ってきてください、バリッとね、ちょうど真ん中、あ担当記者の完成講座のテキスト560ページですからね、ちょうどあの記憶してるんですよ。560ページなんで、真ん中の280ページでバリッと割りましたね。はい。でそれに引き換えですね、私あのレックのテキストは素晴らしいと思うんだけど、あのだからどうなんだっていうね、一言が欲しいんですよ。条文って長いですもんね。はい。ちょっと条文見せますわ。あの見せますわっていうのは、その初心者の方はね、わかんないもんね、なかなか。うん。例えばね、これ長いよね、29条の2知ってるでしょ、特許法の、はい、ね、これ長いんだわ、ほらこれね、特許法の29条の2ですよ。別にあの読みませんけどね、ここから始まってここで終わるんですよね。そうするとあのレックのテキストはもうほんと詳しく一問一句書いてくれてるんですよ、ええ、でもその一方で一言で言うと何なんだと。ね。一言で言うと何なんだと。それがやっぱり欲しいですよね、そういう説明。それをね、あの、宮口レジュメ、通称宮レジってやつですよね。これを、あの、それぞれにつけます。ええ。ということは、あの、レックのテキストと宮レジ、この2本立てなんですよ、すべて。で、あの、ディテール。レックのテキスト、非常に詳細です。ディテールです。で、私のテキスト、シンプルですね。だからディテール&シンプル方式でこの進めていくというね、こういうスタイルをとっております。じゃあどうですかね、あのなかなかこの、勉強の中で、スランプに陥るようなこともあると思うんですよ。ということでモチベーションの維持やスランプ克服の方工夫についてね、お聞かせくださいませんか。はい、うん、モチベーションの維持については、うん、そうですね、もう宮口先生のクラスは、はい、もうクラスのみんながすごく仲がいいので、あクラスの結束力っていうものがね、はい、これはすごいですわね、はい、うん、でやっぱちょっとなんかしんどいなとか、うん、やだなって思っても、うん、その周りの仲間ができるので、なんか嫌だねとか言いながら、うん、でも頑張ろうねみたいなことを話していくと、なんかやっぱりまあ、ちゃんと勉強しようというか、まあ、モチベーションの維持っていうのはすごくつながりましたし、なんか先生方もすごく話しかけてくださって、うん、あそうですね、はい、やはり今ね、川島さん言ってくれたけど、宮口クラス結束力が固いんですよ。もうやはりこう一丸となってですね、この合格に向かっていくという、これはその周りをこう蹴落としていくっていうことではなくて、みんなで頑張ろうぜっていうね、そういうね機運というか、まあそういうところはもうよそのクラスにはないなっていう感じ、まあよそのクラスにもあるんでしょうけど、負けてないなって感じでしょうね。そうですね。でまあまあ、川島さんのお人柄っていうのもあって、もうなんかこうみんなね、なんかお友達多かったですね楽しく、はい、やらせていただきました。本当に私以上に人気があった感じですよね。そんなことは、はい、あ、そういうこと、はい、あと、あと、うん、そうですね、スランプの克服の工夫なんですけど、うん、私は条約とか、うん、
その辺がかなりきつかった。あ、条約がきつかったですか。ですけど、はい、その辺はあたりは先生の授業をとりあえず繰り返して聞くっていうのと、うん、あとさっきお話があったミアレジで、ミアレジですね、ポイントだけをとりあえず抑えるっていう、うん、その2つを工夫してやっていったっていうのが。いや、それね、賢いですね。あの、今条約っていう科目あるん、あの言っていただいた科目ね、あるんですが、これから学ぶ人は弁理試験の科目はね、まあ、どういう科目があるのかも知らんかもしれんけどね、あの特許法、実用支援法、意匠法、商標法、そういうのがあるんですよ、ね、どっかに書いてねえかな、これテキストの、ね、まあいいか、特許法、実用支援法、意匠法、商標法、これがねメインの科目です。上4法と呼ばれてる。そして、条約、著作権、不正競争防止法、これが下3法と呼ばれてるんですね。で、上4法はね、予備校もしっかり教えるし、また受験生も考えてどうにかなる科目なんでね、考えがいがあるというか、そういう科目なんで、まあ楽しく勉強するんだね。ところが下三法って面白くないね。なんかこう無味乾燥というか、うん、ええ、だから足切りっていうのは、4点未満、10点中4点以上が合格、ね、だから3点を取ってしまうと3、2、1になってしまうと不合格なんですよ。で、レックのテキストをくまなくやればね、満点取れると思うんですよ。満点は言い過ぎかな、8点か9点ぐらいね。でもそれは不可能です。ええ、もう多すぎて、私も暗記しないぞ、条約は。ね、4歩は大体頭に入ってんだけど、PCT 規則とかね、出てこないわ。うんうん。だからね、土台無理なんですよ。で、ミアレジっていうのはね、満点は取れません。これはもう断言します。ミアレジ、勉強したからしてね、満点は取れませんよ。でも5、6点は取れます。5、6点でいいじゃないですか。足切りに合わずに済むんだからね。で、それに従ってやったからね。あ、実際何点でした、条約。5点ぐらい。あ、5点ぐらい。まあ、ミアレジ5、6点ですからね。想定の範囲ですよ。ええ、いいんです。5、6点でね。でも、トータル良かったですよね。トータルはどんぐらいでしたっけ。トータルは45点。うん、あ、45点。これいいですよ。私が目安としてるのはね、4法で8割、4波32。そして、下3法で、6割、12点。だから44点以上が宮口クラスの合格ラインだって言ってるから、45点合格ですよ。ね、はい。じゃあ次行ってみよう。ね、ズバリ2017年の合格の決め手になったのは何だと思いますか。決めたことをコツコツやったことかなと思います。うん、で、最初のその決めることっていうのは、レックの先生方がと相談してきちっと決められましたし、コツコツ続けられたのは周りの人たちと一緒にやれたりとか、先生に励ましてもらったりとか、そういったおかげだったなっていうふうに思います。なるほどね、はい、いや、 やっぱね、合格の決め手、これはね、私も川島さんね、このすごいのはね、決断力ある人なんですよ。だから私のガイダンス来てね、まあ、私も覚えてるのは、もうその場で即決したんですよ。普通ね、お金がどうとかこうとか、奥さんに許可を得ないといけないとはね、まあそんなね、大和魂をどうした、おい、何が奥さんの許諾だよ、おい、ね、と言いながら、俺もなかなか頭が上がらんところがあるんですけども、で、まあ本当ね、もう即断即決です。決断力のある人、これね、一回で受かりますね。だからやっぱりね、目指そうと思ったら、こう、もう本当にね、まあ目指すからこそ、こう、ガイダンス課に来てるわけですから、もうぜひね、一発合格を勝ち取ってほしいなと思います。で、あとね、ここにね、弁理士受験会のさだまさしと呼ばれている男がおりまして、安西優というね、先生がおりますね。これはもともと私の教え子なんだけど、今宮口クラス専任チューターということでね、やっておりますね。
あの安西先生もね、俺にね、いや俺も俺のことも宣伝しといてくれって言ってたんでね、あの一応お約束でほら宣伝しといたぞね。あのね、あの彼の授業も受けてましたね。はい、はい、受けてました。論文レベルアップゼミ、うん、あレベルアップゼミ、はい、そう、あのちょっとねレベルアップゼミとは書いてないけど、ここにちっちゃくね論文試験対策のゼミを担当って書いてるでしょ。あの彼と俺のこのコンビネーションはあの業界の中で一番この続いておりましてね、この刑事ドラマ相棒にも負けず劣らずね、あの長く続きしておりますんで、彼は平成21年に受かったんだよな、確か22年かな、あ2012年だ、2012年に受かって、その後あの俺とこうやってコンビ組んでねやっとるけど、はい、じゃあ最後になりますが、今後の目標と弁理士を受験する方々へメッセージをお願いします。はい、はい、今後の目標は、うん、まあ、資格が取得、うん、無事にこの後できれば、うん、あのまあ、それをどう活用していくかっていうのを、まあ、10年後の自分考えながら、だあの練っていきたいなというふうに、はい、思っています。うん、でメッセージですが、はい、先生方がおっしゃるようにの、まあ、コツコツと勉強していけば絶対受かる試験にはなっていると思うので、の先生方周りの方々を信じて、うん、一生懸命の諦めずに勉強していただければなと思います、うん、そうですね、コツコツと、これ大事なんですよ、コツコツと無理なくね、毎日少しずつでもやればね、コツコツやれますよ。そしてやっぱり女性の方はね、現実主義というか、なんていうか、一発合格に占める女性の割合は高い。これはどうしてかというと、あの男性以上に女性の方が決断力あります。大和魂をどうした。ね、そしてもう一つはね、堅実なんですよね、男はね、ちょっとええ格好しなんですよ。だから論文とかでもね、なんかわからないことでも一丁この博打に出て書いてやろうかと、そういうことしませんので、女性はね、わからないなりにこう無難に仕上げるというか、そこがいいんですね。別にあの出来もしないあの4回転ジャンプとかしなくていいわけですね。まあ普通にミスのないあの技で最後まで終わる、これができるんですよ女性はね。だから男性諸君もね、あのできないことはもうやらなくていいからね、現実的なところでミスのない、とそうミスのない、あの受験会においては、そのなんていうかね、論文ってたくさん書こうと思わない方がいいね。うん、あの少なくてもいいからミスをしない、こういう発想が大事。口述試験もそうやね、うん、あんまり余計なこと言わなくていいんですよ。うん、あんまり余計なこと言うとね、ミスも露呈しやすいからね。まあそんなところですね。いやー本当に今日はね、お忙しいところね、今日は本当にまあ会社もね、今本当に、年末ということでね、お忙しいと思いますわ。でも忙しいっていいことですよ、はい、これ暇だったらもうね、受かって暇だったらどうしようもないわけでね、まあ、ますますのこの活躍が期待できるところでございます。さあ、今度は皆さんの番ですよ。で、ぜひ、宮口クラス、ガイダンスやっておりますんでね、まあ、ガイダンスやってない日でもね、あの私大抵おりますから、新宿エルタワー本校に足を運んでいただければ、何らかのこの人生におけるね、解決の糸口がね見つかると思いますよ、ね。それでは今日は本当に川島さん、お忙しいところありがとうございました。そして今後の活躍をね期待しております。ありがとうございます。